僕も怪我したことあるし、疲労骨折もしたことあるし、スポーツをまず長く続けようと思ったらダメですね。怪我をしないようにしないようにプレーすると、病気のファンが誰も見たくないわけです。それだったらバーンって行って、ミッドバーンして、あいたーって倒れて込んだ方が、ビール飲んでるおっちゃんたちは、いやーって嬉しいよね。WBC の時だもん。そうっすよ。あの1点がどうしても取れたい。野球で下半身で一番こう、うん、来る筋肉ってどこ？やっぱねお尻っすね。あお尻っすね。もう野球選手で お尻が大きいんですよ。なでなんでかっていうと、あのお尻使ってブレーキかけたり止めたりするんです。したり出力一瞬で瞬発力なの。痛すぎて話せてない。この時に聞いてくれればね、この朝がきつい時に聞くと最高です。もう今のもう昔の中田秀の中田秀が岡野に出して、岡野に出してたあの秀がもう岡野だけしか取れないってところに出してバスに。はい。やっぱりほぐれます。いやほぐれる。ほぐれる。もうこれ1セットだけで全然違うっす。でもやっぱこれいいところは股関節周りを一瞬で緩むからスッとこうむくみがね、ここら辺のむくみがハムとか緩むとむくみがなんか取れる。やっぱりシーズン中とかやっぱむくみはすごいです。移動とかもやっぱあれシーズン中やばいです。だから移動とか絶対やった方がいい、はい、でもチームによっては入れてるとこあるもんね。巨人もそうだし、もうほぼほぼ入ってるんじゃないかな。入れた方がいいと、これリカバリーにつながるから、まあ、トレーニングっていう形よりもリカバリーだとすごい。実は野球って長いじゃないですか。3時間半、4時間あるから時間の終わりが決まってないスポーツなんですよ。サッカーとかバスケとかこの時間制とは違って時間が終わらないっていう、本当にすげえストレスになるんで体は相当たまるんですよ。お付きトレーナー結構厳しいっていう、ね、いやお付きトレーナーね結構厳しいっていう技なんですよ。本当に厳しいです。厳しくないですか？でも愛情ありますよ。本当に20年前の野球選手の先輩みたいな感じでした。どういう意味があってなんか愛情が愛がある愛がある愛があるから良くなってほしいというね。はい、20年前厳しかった。20年前やばいっす。先輩がコーヒーの作り方から教えてもらいました。野球なんか教えてくんないか。コーヒーをその先輩がブラックとか伊藤とか伊藤とか全部覚えないといけない。全部覚えてくれ。野球終わる前に先輩のコーヒーの好みだけ覚えてくれ。びっくりしたよ。何ちゅうとこしてる。厳しいわ。これあれじゃん、これあれじゃん、これゴルフやん。血がね、ダーッと流れていきます。で、この隙に上行ったら下っていう、上下、上下のコンビネーション。上やらないよね。上下、上下って感じで、これが、この機械でいいところは、この機械がやってくれるから、別にそれ僕も硬いんですよ。できないけど、ここの機械が助けてくれるんで、ナナちゃんみたいにやらすければグリグリ動くけど、でもそれ見て叩いてもこうやって機械がやってくれるから助かるんですね。この動きってこの機械じゃないとなかなかしにくいんですよ。やっぱ自分でストレッチとかやっぱ自分のストレッチは全然あるんですよ。このストレッチに仕掛けとかあると首がにつながるよね、うん、体は柔らかい方なんですか？いやいや硬いです。めちゃくちゃ硬い方なんですよ。でも体が硬いから怪我をするとかでもないんだけどね。なんか不思議なんですよ。柔らかい人でもよく肉まがいしたりする人もいるし、これって不思議なんですよね。全くわからないっていうか、その自分の予想以外の動きをしたりすると
過ごしやすいと言われてるけど、本当に怪我については本当にどれが正解かわかんないです。結構こう怪我で苦しんだりとかっていう選手もやっぱ多いと思うんですけど、多いですよね。僕も怪我したことあるし、疲労骨折もしたことあるし、まあ、いろんな怪我ありますけど、こう長く続けれるこうなんか秘訣というかってあるんですか？いやもうね、スポーツをまず長く続けようと思ったらダメですね。あ、なんかスポーツイコール怪我すると思わないといけない。本当にちっちゃい怪我がいっぱいあるわけじゃん。だって野球もサッカーも健康的なスポーツ決してないからね。絶対怪我するようにできるから。だからその怪我を頭に入れてプレーしないといけないですね。怪我をするもんだ。しなかったらラッキー。それぐらいの感じでいかないと、怪我をしないようにしないようにプレーすると、要するにプレーできないよ。肉離れが怖いかなって言って打った後、こんな走ってると、そんなファンが誰も見たくないわけです。それだったらブーンって言って肉離れして、あいたーって倒れて込んだ方がビール飲んでるおっちゃんたちはいやーって嬉しいよ。これやっぱ商売だからね。WBC の時の手で行ったやつとかもやっぱそうですよ。手であれもあれもう体があれ体反応ですね。もう足で行くんじゃなくてもう空いてるところにあの一点がどうしても取れたなんで。あ、あれだ、今日。いや、大月ドラゴン、すごいですね、それ。それ一押しあるだけでめっちゃいい。あ、おぉ。おぉ。ええ。3回。はい。ああ、いてててて。あ、めっちゃいい。もうこれだ。